チュラウミ水族館の裏にこんな綺麗な海が。しかも2匹いるじゃん。しかもカニいた。これ人で、これ毒あんのかな。これは毒ないやつですね。へえ。なんかクモ人で系のやつかなんかで。初めて見た。もうこれ初めて見ました、ね。すげえ、こんな歩くの早いんだね、普通にね。めっちゃ早いっすね。普段だって見てる人でそんな大して動いてないのに。ヤドカリ多すぎでしょ、しかし。これ全部動いてんじゃん、みんな。そうっすね。この辺の貝全部精力的に動いてます。ここもすごいな。面白い、これ石ひっくり返すためにいろんな生き物いるじゃん。ナマコでかっ。これ何、なんかちょっと緑だな。よく見たらいっぱいいる。あ、いっぱいいるわ。このカニいっぱいいるな。あ、これ足がヒレになってるかなんか渡りガニ系かな。あ、そうですよね。だから早いんだ。あんまり逃げないな、本当に。慣れちゃってるんですかね。うん。あ、これすごい綺麗この貝。あ、でも生きてる。ヤドカリさんが入ってる。ほとんどヤドカリ入ってるくらい。あ、そうなんですよ。このちっちゃいハゼもすごい可愛いな。色が綺麗です。じゃあ、これ鉄砲エビ。これおそらく鉄砲エビですね。綺麗だね。そうですね、これ。水に返してあげようか。こんなところに生きた宝貝がいるんだな、こんな浅いところに。びっくりですね。ね、これも生きてる。これもう身が出てるもん。身が出てる。この貝の周りに身が出てる。ああ、足が出てる感じ。そう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 。すげえ、これ何宝貝なんだ。さっきもこれだったな、生きてるやつ。この宝貝はこういう浅瀬でも生きてる。濃い色の夕虫だ。ね、あ、めっちゃ動いてる。すごいすごいすごい。わあ、すごい大きいしてますね。夕虫ってこんな色？なんかすごい。すごいっすね。沖縄は夕虫まで美しいっていうの。すげえ。めっちゃどっちに行きたいのか分かんないですけど、いろいろ動いてます、ね。どっちが頭よくわかんない。こっちだね、多分ね。すげえ。色はすごいっすね。ねえ、何かと思った。すげえ、ポシュポシュ言ってる。